私の最寄り駅新馬場の駅前は第一京浜国道です。向こう側に小高い山が見えますが、これは品川神社の境内にある富士山です。江戸時代富士山信仰が起こり、信仰登山が行われましたが、行くことのできない人たちが疑似的に富士登山を体験するために作られた富士塚です。品川神社の歴史は古く、文政3年1187年源頼朝の建立です。東京百名勝の第3位に選出された記念碑です。ちなみに第1位は池上本門寺です。昔は1万5000円出すとこんな立派な石碑が立ちました。土曜日曜は品川宿場巡りの団体が必ずここにも参拝に来るので大変なにぎわいです。石段を上がってみましょう。左手に富士山への登山口があります。縁の行者が祀られています。5合目お中堂です。ここから急峻な登りになります。富士山の溶岩を積み上げて作られています。7合目、空気が薄くなってきました。高山病に気をつけましょう。鎖にすがって登ります。いわゆる胸付き八丁です。もうすぐ頂上です。頑張れ。標高3776メーターの眺望は素晴らしいものがあります。続々と信者が登ってきます。元通り吉田口を降りる人もいますが、須走口から降りましょう。急峻な下りです。滑落しないように気をつけましょう。重機のない時代によく積み上げたものです。富士港のモニュメントです。神社の境内に出ました。当然ですが富士の神様浅間神社があります。境内にはいろいろな石碑があります。品川宿の
寿司屋一同の作った包丁塚です。品川神社の祭神は佐能の命で、根津神社、富岡八幡宮、亀戸天神などと並んで東京十社の一つで、北の天皇様と言われます。神社の裏手に板垣死んでも自由はせずで有名な板垣退助の墓があります。なぜ神社の裏にと思うでしょうが、この裏手は沢庵和尚で有名な東海禅師の墓所なのです。ここは階段が苦手な女性のための女坂です。